Ne yapayım? Sebete. Sebete işte o. O karayı, o beni karayı da kuzaymaz. Şimdiden o işi yapamazsın et o. お別れを連れてくるがよい。ではお商人はいよいよご処刑ですか。必ずこの牢に戻ってくるのじゃ。直ちに行かれ。ありがたきご処置、終生忘れません。 八幡大菩薩、御身、まことに日本を守する神ならば、日本第一の法華経の行者日蓮の一言申し上げたいことあり。この身、一部の誤りもなく、しかもこの日本を救いうる者は日蓮を置いて他の国にかかわらず、幕府は今宵辰の口において日蓮の首を切る所存なり。 一蓮を助けることは日本を救うこと、願わくば現象の危篤を表し、未曽有の国難を除き国家の安泰を図りたまえ。 一蓮殿、上司の命とはいえ、 国難に処せられる御坊を切るは誠に心苦しい。よって今日より多衆の収拠を罵ることをやめられるならば、それがし命にかけて日蓮殿のお命を用意いたす。いかがでござる。お断りいたす。 何用じゃ。今宵日蓮上人が辰の口で処刑されますこと、上様ご承知ですか。何、日蓮を処刑にいたす。あれほど流罪にいたせと申したに。ならん、行け。はい、起きた。 Não.
妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙非常表へは無実の罪であったか。何故あの折土地は誠のことを世に知らせなかったのじゃ。真実のことを聞き得ずして執権職は務まらん不忠者。は上様、乗り綱のご財政の折は添え頭が取りました直答以外何事も上様に直接申し上げることは許されませんでした。やめい小次郎。それがしの二日から後の忠臣を殺しました。申し訳ございません。ごめん。ならん。幸の命はこの時宗が預かる。今後とも祭りごとに間違いなきよう頼むぞ。金の兄弟を速やかに許し、事業を元通りにするがよい。四条兄弟、ご赦免が出たぞ。無実の罪がお分かりでしたか。もちろんじゃ、もちろんじゃ。上様には父上のこともお分かりになったぞ。兄上。それにしても小児様、さとどのような苦しみを受けておられることか。どなたじゃ。越後三郎めにござります。
越智。かようなところに何しに参られた。越智は今日までの罪が恐ろしく、一目お会いしてお詫びを申し上げに参りました。お許しください。お許しくださいませ。お許しく。ごめん。やめよ。犬死にじゃ。お許しを。お許し願えませるか。許すも許さぬも、そなたと私はこれも仏縁というものじゃ。はあ。三郎め、初めて誠の目が開きました。このドクロは罪ある者、また罪なき者、因果を秘めたドクロであろう。目に留まる限り集めて、せめて供養をと思い、これも仏縁じゃ。よく今まで上人様は生きておられました。私はどのようなことがございましても上人様をお守りいたします。この寒さに火の気もございませんか。ここへ流されて7日の間、食も取らずにいたところ、日蓮を殺そうと来た御仁が法華経に消えされ、そのお方のおかげで余命をつないでおる。もったいのうございます。